Thank you。 はい、皆さんこんにちは。リーナです。高です。ヘイティブログです。はい、ということで今日はね、ウクライナの首都キエフをぶらつきたいと思います。僕たちが泊まってるホステルからウーバーに乗ってね、街の中心まで来たんだけど、街がね、めちゃくちゃ綺麗です。これ中心的な広場なんだけど、建物がね、本当にヨーロッパみたいな、まあヨーロッパ、まあヨーロッパだね。ウクライナって東ヨーロッパに位置しているので、まあ、ヨーロッパなんですけど、僕が思ってた以上にヨーロッパ感があって、街中にすごい綺麗な歴史的な建物がめちゃくちゃ多いです。そしてウクライナに歩いてる女性、めちゃめちゃ綺麗な人多いです。僕のタイプです。私は違う。何言ってる。街歩いてるだけで街も綺麗だし超楽しいです。セナも可愛いよ。ちょっと今ね、お昼ご飯を食べようかなって感じでレストランを探してます。このアーチすごい綺麗じゃない。見てよ、この下に柄がついててめっちゃおしゃれ。街がウクライナの物価は、まあ、ドイツとかのね、西ヨーロッパに比べたら半分以下ぐらいの感覚です。肌感はそんな感じ。はい、ランチ来ましたよ。サラダとシーフードパスタと、まあ、ミルクシェイクとレモネードです。まあ、それぞれね、サラダが600円ぐらいで、パスタも600円ぐらいで、飲み物は各200円ずつぐらいですね。めっちゃ美味しそうだし、おしゃれだし、いただきますか。はい、ちょっと早速なんですけど、フリーツアーに参加してウクライナの歴史を学んでいこうと思います。ちょっと声大きめにしてね、いろいろ音が入ってくる。キエフの歴史のサマリーといったら、1500年前にキエフがありました。 This street is called the Krishat. This is our main street. すごいでかいモニュメントがある。ものすごく大きな街です。めっちゃ大きいじゃん。はい、ちなみにここの橋ね、ちょうど2ヶ月前に作られたらしくて、まあ、街をね、見渡せるように作ったらしいんですけど、めっちゃ揺れてます。縦方向、横方向、めちゃめちゃ揺れてる。だから安全面がめっちゃ気になるけど。で、このウクライナはね、ちなみに1991年まではソ連、ソビエトユニオンの一部になってました。ソ連が崩壊したと同時にウクライナは国として独立をしました。サンタンドゥース・チューチ、You might have seen it properly, or you will see it. ちなみにね、ウクライナは何語が喋られてるか。ウクライナ語とロシア語らしいです。でね、まあ、ロシアから独立したのが、まあ、1991年ソ連の崩壊に伴ってだから比較的最近なんだよね。特に高齢者とか、まあ、年配の方っていうのはロシア語をメインに喋らなきゃいけなかったから、今もメインに喋ってる。若い子に関しては、あの、学校でね、ウクライナ語を学んでいるので、ウクライナ語も喋れて、ロシア語も喋れると。で、ガイドさんの例で言うと、学校に通うまではロシア語を家で喋ってたんだって。で、なんか変な事実なんだけど、今月から法律として医者さんとか先生とか、ね、ガバメントで働いてる人が、あとテレビショーとか、ウクライナ語を喋らなきゃいけない。で、それに対してね、国内でね、賛否両論あるらしくて、ロシアが反対してる。まあ、ロシアとの国境近くの人たちってロシア語しか喋れなかったりするし、まあ、高齢者はさっき言った通りロシア語しか喋れない人も中にはいるんで、まあ、そういう人たちが反対してたり、まあ、国内でね、賛否両論が分かれてるって言ってました。なんか不思議だよね。不思議。ウクライナなのにロシア語がベースで話されてるんだよ。
メトロですね。キエフの地下鉄はすごい特徴があります。エスカレーター早っ。なんと地面の深さ107メートル、ものすごい深いところに地下鉄が走ってるっていう。ものすごく早くこのエスカレーターが走ってる。深いんでエスカレーターの速さも抜群に速いです。というわけであっという間に着きました。おお、まだあるやん。さらにもう一本エスカレーターがありますね。超深いね、本当に。わお、もう見えないもん、下やばっ。はい、ということでようやく着きました。すごくない？装飾めっちゃ綺麗なんだけど、このさ、モザイクの絵とか、このアーチの下にもモザイクがあったり、シャンデリアもすごいよね。まあ、旧ソビエト連邦の時代に作った地下鉄の駅なんだけど、ほんとすごい、めっちゃ綺麗。ちなみに下から見たらこんな感じです。なんかもう吸い込まれそうな感じだよね。すごくない？で、なんでちなみにこんな107メートルって言って深いところに地下鉄を作ってるかっていうと、まあ、戦争の時のね、防空壕としての役割を果たすためにこんなに深い地下鉄を作ったそうです。北朝鮮もそんな地下鉄を持ってる。効率がいいね。北朝鮮も行かなきゃいけないかもしれない。一人で行ってきてください。一人で死にたくない。俺は拉致されるの怖いんで行かないです。今芝生にやってきました。なんかみんな気持ちよさそうに芝生に寝っ転がってます。私も寝転ぶ。ここに座りますか。はい。でね、動画の冒頭でこのキエフって1500年以上の歴史がありますって伝えたと思うんだけど、実はね、このキエフの街に立っている建物自体は比較的新しい建物が多いです。で、まあ、その背景っていうのが、まあ、第二次世界大戦なんだよね。その第二次世界大戦においてドイツとソ連が戦ってましたと。で、最終的な結論を言っちゃうと、まあ、ドイツが負けたよね。そう、ドイツと日本とか負けて、まあ、ソ連、アメリカ、イギリス組が第二次世界大戦を勝ちましたと。ちゃんちゃんなんだけど、でもね、第二次世界大戦の序盤はドイツがすごい優勢だったんだよね。ドイツが優勢でどんどん東に向かって、まあ、ソ連の方向に向かって勢力を伸ばしていったんですよ。で、その過程であえてソ連の軍隊がここのキエフの街を壊したんだよね。まあ、理由としてはドイツがこうどんどん東に勢力を広げていく上でウクライナを取ってこのキエフの、ね、リソースを使うのを避けるためにあえてソ連の軍隊がこのキエフの街を一回そのタイミングで壊したっていう風にガイドさんは言ってました。なので、まあ、比較的このキエフに建ってる建物は新しいというわけです。街全体に広がる建物はファンシーというか彫刻がすごいついてたり、なんだろう、見た目ものすごく高そうなんだよね。ソ連支配下が1991年まで続いてたから、ほとんどの建物はソ連支配下の時に建てられた建物なんだけど、だから本当に立派な建物がめちゃくちゃ多いし、ヨーロッパみたいだし、イメージがね、相当変わりました、僕の中で。てな感じでね、一日今日歩いた結果の感想はそんな感じですね。てな感じで、まあ、今日の動画はね、この辺で終わりにしたいと思います。キエフがすごいと思った方はいいねボタンを押してください。押してください。というわけでまた次の動画でぜひ会いましょう。おーいそう。北京です。ウクライナから北京にね、直行便で飛んできました。これとかめっちゃ中国っぽくない？この建物、見覚えがある人多分多いと思いますけど、天安門広場の象徴的な建物かな。めっちゃでかいよ。なんか中国の建物全部でかいんだけど。